はい、やっていきましょうかね、パワフェス。今回はね、決勝戦から始まります。で、決勝戦の相手がね、ちょうど、初めての最強大学なんですよね。やばいな。清本と滝本がいるとこですね、これ。多分清本持ったと思うけど、ここに。98、打撃力高えな。ナンバーワンだよ。佐賀じゃなかったっけ？滝本やで、こっち。滝本やな、こっち。滝本か。滝本、清本、これやろ。めっちゃおらへんの？ピッチャーも。佐賀とかっておらへんの？どっかおるんじゃん、どっかに。わからんけど。決勝戦。来たか。滝本太郎。でもなんで清本じゃないの？まあ、清本喋らへんっていう設定やからな、確か。最強。キャプテン、滝本太郎。で、ここ結構おったよな、さっき。仲間入れ。おったな、めっちゃおったで。まあ、ここで使えないですね、ちょっとこれは。決勝がある。決勝まあ、決勝のボス戦があるんでね。まあ、でもここ、おヘビッシムダウンした。あ、清本。結構メンバー強いんだよね、こっちも。久方や。久方でオールスター揃ってるんだよね、こっち。イカリが、まあ、イカリ次の登板でいけると考えたら、スザクも仲間入れましたね。スザクね。まあまあ。ヘビシマ。ヘビシマか。1番、やべ。やべ、お前抜けてるやん、もうやべ。お前、やべが？ああ、そうか。なるほどな。相撲がおるから。玉三郎がおるからか。玉三郎やべやわ。やべやろ、絶対。ヘビシマもやる気ねえな、こいつ。ザワがおらへんのか。つくまは結構強いからな。なぎ入ってへんやん。なぎを入れとくたいところやな、小山。調子悪いしな、小山。ライゴーも入れときたいところやけど、東條がおるからな。田中抜くか、これ。田中？そうやな。でもこれ、下手し変えられるからな、東條が。ファーストだったら。いや、変えられない、東條、ファーストだったら。じゃあ、サードやな。東條絶対入れやる。きついな。田中って。あ、まあ、しゃあないわ、別に今。まあ。外野もまあ、無理やな、もう。まあ、代打にまあ、置いときましょう、この辺は。打順かと。打順は、なぎ2番やろ。なぎスムめっちゃええな。うん、スムやばいな、今。まあでも、矢部が1番から始まるっていうのは俺の中であるからな。青葉は？青葉もっと下やろ。両つべも最後9番に置いとくってでかいからな。まあ、スムが、まあ、ここら辺待っとく。田中も結構ええけど。田中。結構ええけど、全体的に。いくか。やる気はちょっと低いな。まあでも、下位打線がやる気マックスやから、ある意味下位打線が多分引いてもおかしくないっていう。最強大学か。ピッチャーは久方とか、まあ、誰これやろなと。久方と滝本と清本とあと2人ぐらいおった。おったな、あと2人。きた！え？なんか音楽ちゃうやん。ちゃうやん、なんか。お！え、これ、夏がしょんかな、これ。これだってかっこやね。これってあれなんじゃない？お、青葉や。これオープニングやん、どっかの。うん、2014か2015ぐらいのオープニングや、多分これ。音楽変わるやん。滝本清本久方。あー、まあまあスプリットと高速スライダー。誰こんなとあ、こいつか。こいつか。白山か。野手誰や？滝本？え、パワー S？ パワー S なんや。こいつごっついやんけ、これ。これ強いやんけ、これ。あ、強えな、清本。98。もう守備良すぎやろ。マックスやん、こいつ。これやばいな、清本。最強の打者やな、ほんまに。あと一人誰かおるってこと？もうおらへんな。いや、おるで、あと一人で仲間入らずら。え？ん？見たことある名前の人おる？いや、おらへんな。高いこいつや。誰これわからん、誰やな、こいつ。こんなやつ、ささやき戦術持っとけな、こいつ。ささやき戦術か。もうこれでわからんけど、誰か。あー、清本やべえな。肩強い。ファーストでこれでやばい。でも、滝本が弾道4なんやな。清本3やったよ。最強のいないサードって清本か。当時を抜いて。滝本ってどこなのポジション？ファーストサード一緒やでも、清本と。アウトやな。オーケー、あと懐かしい曲かかるわ、ほんまこれ。あ、来た。何しょんねん、こいつ。いさかたれい負けん。まあ、でかいからな、これ。やるな。かっこいいな、でも、久方れい。金髪の。めっちゃ振れるな、打ったら。嘘。ブルルル振れんよ、ここ。投げからな。してきた久方ですが、次なるターゲットはミスター。ああでもいや無理か、無理やろこの相手で。あの邪気はマジないわな。まあ一発狙っていきますかちょっと。じゃあはい、危ない。うわはい、拘束された。まあ久方打ちやす思うけどな、コントロールええし。あはい、なんか振動ついたな、なんか分からん。設定やんじゃないな。まあええか。清本私パワー S ミート A やもんな。うわナイスショット。まあ清本は無理やな。清本足遅い D やけどな、足遅い言うても西尾。え危な、危ない、危なすぎやろ。よし打線がほんまやばい。おうん、パワーやばいなこいつら。ってこいよ。総力めっちゃ遅いもん、その代わり。オッケーゲッツー。あとオッケーなぎー。おっしゃ A 入会な。いった一回この振動みたいな。あしんどオッケーこれでよ。まあ投了してこんやろな。まあストライクワン。うおなぎ。うわあでも間に合わへんやろ多分あれ。あ無理っぽいなあれは。あれ取れるんザワザワぐらいあるのあれは。ほんまいけるの硬いっすやからなあいつ。ザワそうわんってやっぱやばいな。うんオッケー。え飛び込んかったファーストになったんやけどなんかしあれがなんでなんやろな。なんでなんやろな。下からここを押さえたい。オッケーちょうどパスほい危ない。オッケーよっしゃよしよしよし。まあ初回転するやのにしんどいからな。一手3も打たれたか。はい来ました小次郎。痛い。おお小次郎ほんまやな。スライダーとスプリットな。スライダースライダー打ちやすいやけどなこれほんま。いつか掘り込みそうやなこれ。ストレートあヒットかもな。ヒットやな。オッケーナイスナイスオッケー。東條結構足速いもん。足速いな。いいから進め。そこやばいとかな東條の。うわスプリットが。うわええなこいつら守備。危ない危ない。ミート B や青葉ここ。おっしゃあ危ない危ない危ねえ。ゴロコゴロコもでもうわあくそゴロ結構ヒットつけるな。確かにな。まあまあしゃあないしゃあないしゃあない。オッケーまあええぞ。石山さんミート A 振ってくるな結構こいつら。ブンブンもあれやな。うん初球から結構振ってきようからなこの走力はほんま遅いけどパワーと。おっしゃおっしゃ56個ナイス。これ答えね田中対応するから答えうるさいな。俺パワーヒ持ってんじゃない先戻って。いや持ったよ発動してんだけやろ。発動してんだけがオッケーよっしゃー。清本は怖いわ。お待てあいつの強振やばい。オッケーなぎパス足はオッケー。足遅いからね清本は。このチーム足遅いとこがまだまだまだ足やな。クールガイオッケー。うわ取る滝本取るかどっちやばいな。秋やべ秋やべナイス秋やべやべ頼むぞ。あ、オッケーオッケー。スライダー。見えた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 。スライダー、おいけ。やめろ。おお、危な。ええ、しょしょんな、清本。足が遅かったからセーフやったな。ストレートや。ストレート。ストレートそんな速くないよな。セーフやな。しゃ、危ない。余裕セーフやったな。クイック G するだからないで。あ、来たー全力か。クイック G やからな、相手。ここでかいわな。なぎ。ここでも清本と体力欲しいな。うん、いや、絶対欲しいけど、どっちも欲しいけどな、もう。いや、竹本入れやん。あ、そう、竹本は絶対か。くそ !2 点差。竹本は入るけど、清本はほんまいるからな。けっオッケーオッケーヒットやろ、俺。いけろおっしゃーよしナイス。ここでもう、スリーラン。無理か。バルト。バルトバルトいけ。あ、バルトヒットバルトいけ、オッケー、しゃー、バルトだほ。次誰、あ、バルトのバルトって呼ぶ、結構かっこいい。まあまあ、バルトな。あ、マサルニアンマサルやん、初球。うーわ、あれ入っとんやん。マサルニアン行こう。マサルニアン、あ、ゲッツやん。絶対マサル無理やん。マサルめっちゃ足遅いな。足遅っ、マサル。マサル弱えな。マサルお前、足速い年寄りしとけよ、ほんま。下がった。ノーアウトか。パスだ。バルトナイス。ゴローコ弱いな、ほんま。藤野。危ね。守護代。バルト。交代。これで守備良くなるやろ。これでもうあれや、交代されることないし、途中で。まあ、そうやな。え、俺どこやな。え、何しろ何しろ。マジか。うわ、セカンド。これまずいぞ。さっきのは。まあ、やばいわ。逆に今、もうしゃあない。諦めない。諦めない。ヒット狙いでいった方がやるな。きた。おお。あ、くそ。ひよも取るあれ。あれ取るか。よつべ。一本押したな、一本。うわ、スプリットがあれ。今言っとったな、スプリットじゃなかったらな。ストレートがいいや。スプリットお前しつこいぞ。打ちに行くんや、スプリット。ボール。うわ、危ねえ。危ねえ。手前ったほんま。うわ、捉えた。よっしゃー。オッケー。あの外角引っ張る力。高速スライダー上がっとんじゃん。やべや。危ない危ない。あと、もっと早くていこう。球速いかな。しょっけ。てか、あかん。逃げていく、オッケー、逃げていくわな、逃げていくわな。見えとんねん、こっちは。要するにソウル B 回ってんな。ボールやな。怖いな、インコースやね、インコースのスプリットとかあの辺が怖い。ボールやる。オッケー、ツースリー。あるぞ、あるぞ、あるぞ、あるぞ。粘れよ。オッケー、オッケー、ナイス。よっしゃ。次は、ナギッチ。そうそう、いけ。オッケー。オッケー、見れとんな。結構こっちボール多いぞ。多いな、コントロールええやろにな。ボールやな。オッケー、こっちボール多いわ。俺、満塁出たら、熱いけどな。でかいで、でかいで。ワンアウト満塁は。ゲッツーにさえならへんかったら入るからな、もう。きゃ。くわれい。スプリットか、そこで。くわれい。スプリット一番打ちにくいからな。もうちょい、もうちょい。ボールやな。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、スライダーね。おっしゃ、あ、ワンスリーか。もういったやろ、これ。ボールやな。うわ、いどこ振ってきよんな。あれは引っ張るの無理やな。さあ、スプリットフィンガーファストボール。ああ、ヘビしまや。ボール。いや、一発やろ、結局欲しいの。中段も一人だけ取りに行くとかいらんぞ。ボール。オッケー、オッケー、オッケー。もうずっとボールやん、はず。きたんちゃん。うわあ、きっちり。きっちり捉える。やばいやろ。しゃあ。マジで。ナイス。ヘビしま。持っていっちゃうんだな。東條も。このきっちりね。連続。うわー、いった方だな。狙っててんじゃホームランってこへんから、やっぱり。あそこで狙っていく。やばい、ピンチや。うわ、どこを見るんだお前。まずい。うわー、1点差か。これまずい、ノーアウトでここ絶対抑えなあかんな。早いからめっちゃ曲がるな。これ振ってこいね。ビビったもん、これビビってもんな。楽しいやな、こんなもん。ってこんなもんま。マジあれ捉える？これやばいな、こいつら。打線爆発したな、急に。いきなりやばいやん。いきなり捉え出した。ああいうこそ打たれたらもうどうもできんからな。結構際どいのないとこだよな。確かにな。オッケー、オッケー。三振。ミートが高いわな、こいつら。三振したい。おらへんのか。手こへんな、ほんま。頼む。よし。無理や。無理やな。足速いわ。頼むな。マジか。うわ、やめろ。おっしゃ。でかい。来た、来た、来た。うわ、勝った。ワンチーム。こいつ打ちにくいな、なんか。このアホやろ。あかん。犠牲フライ、犠牲フライ。よっしゃ、オッケー、1点目。これでもう1点返そう。くれば。くれようになったよな。こいつ V スライダー V スランおったもんこいつ。ワンシームもよう分からへんしいまいち。そうだよ。球種分かったらええけどな。もうすぐ変わるからな。下の変化球多いの嫌やな。きた。走れ走れ。下の変化球多いの。次でも1点取れる。オッケーライゴ。ライゴと。どこなの？ああ危ない。白山さん危ないぞ。これ警戒してんなライゴの。オッケーオッケーこいつ。こいつコントロール悪いからな。ゴール。オッケーオッケー。あのカーブ実際やな。これこんなのがいいね。変わるやんピッチャー。うわ、いったってよかった。マジで。あれいったってよかったな。あそこ決めてくる。ゴールやろ。オッケー。ボールファ。きた。誰やかな。宮川？香川ちゃうんか。宮川さんがやろ。あ、フォーク。フォークに。フォークうぜえな。フォークシュートこいつ。フォークきついなあの。結構曲がる。うん。上のあれにゃボール。うわ。うわこのチャンス。いや四つ目から。わからんのまだ。はいはいはいなんとなくスライダー。あんまわからんの高速スライダー。ボールやな。いけるいける勝てる。まだわからんぞ勝負。ここ。入った。はい。いやいい。今の。え？マジでフォークきついぞ。危ない。おそれでじゃねえけど。もう腰はかけない先生。いや出たぞ。それ目なら出たで。しょしょしょい。ゲッツー怖いからなこれ一番。やべや。ゲッツー怖いぞ。うわフォークは無駄。フォークあそこに決めてくる。よフォークは。フォークふうやばい。あマジか。アウトだ。マジで。ボール。これさっきのきついな。下手し抜けとってもおかしくないだけやったけどな。ボール。でも凪が出たら。うわあれ入る？ちょっとブレたんやったんこれ。ボールやな。入っとんか。これまずいまずいまずい。うおっしゃー危ねえ危ねえ危ねえ次やろこっちだったねやばどんなのタイミング竹本こっちうわお前セーフやセーフやうわ来たやるでまだホームラン打ったこれは無理やあるぞさああーさあ最強やったなここほんま最強欲しかったけどな強かったな中円幕入れかええ試合やったけどないやーうわでもやばいなめっちゃもらえるななぎまたレベルアップしたないやー最強もう一回いきたいけどなそう欲しいな何が足りんかったな前のホームランビビったけどな俺実力が足りんかったな蛇島のもうちょいもうちょいないけどなくそー投げがさっきのあんだやばかったね、うん、ギリギリすぎだよあれ特殊能力解く方がいいかなあ確かになだサクセスとかであれやろそうコツもらえるやろ下手しいコツもらえるからないやープール人解くかじゃあまああとはそうですねエキサイティング解くか、まあ、特殊能力取っといた方がいいですね多分なんとなくで余ったポイント精神が5じゃ余っとるから補給しかないわな精神あげようこれぐらいですかね。オッケー。いやー、まあまあ、しゃあない。しゃあないな。今、負けをね。おお、結構特殊なところに乗り越えに来るんでね。おもろかったけどな。うん、辛いところから、痛みが来てね。痛みが来てから苦しくなって。誰でした？うん、でもなんかあったな、それ。一郎。一郎か。うん、辛いところが始まって、胸が苦しくなって。一郎、また関係ない。苦しいところから、痛みが来て。もうこの場面で打ったらどうなるんやろってね、日本中が画面にかじりついてるんかなと思ってたんですけどね。最後はそうか4500までやばかったな、最初数えたな。やばいな。いや、まあまあ、でもまあ、面白かったよかったかなと思います。まあ、この調子でパワーフェスはね、まあ、決勝までは結構簡単にいけるようになってたんでね。そうやな。まあ、メンバーが強くなってたのもあるんですけど、まあ、でもやっぱり、打てないっていうのがでかいですね。最終的にはそこ。そう、打てへんかったらきついんやな。まあ、スケスケオーラだったら余裕で打てないのけど。あんだけ抑えとったけど、結局取られたもんな。まあ、そうやな。爆発したらあっち。うん。打つって大事ですね、やっぱり。まあ、サクセスはね、一回やってみたら結構簡単やったんでね。6コン2つ出るんで、サクセス。そうやな。うん、パーフェスほんま、6コンないからな。6コン2はやばいやろ、あれ。うん、6コン2ほんま打てる、余裕で。まあ、まあ、パーフェスやりながら、サクセスもまたやっていけたら、楽しんでいきたいなと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。明日